はい、皆さんこんにちは、ワンダルギルギシです。では今回は三国志14曹操プレイ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、呂布と火竜、その双璧が守る五郎冠をゴリゴリに押してなんとか攻略しましたので、今回その続きになるんですけども、まず五郎冠から出撃してですね、一気に洛陽を狙っていこうかなと今回思っています。なので一気に洛陽攻略戦へと入っていきましょう。こんなとこかな。一気に進軍攻撃を仕掛けていきます。で、五詰めで、曹操の部隊も入ってきてますので、ちょっと曹操の部隊で、確認をしながらという動きを想定しています。五詰めの曹操出陣。もうすでに曹操隊は出ているので、曹操隊がこのね、洛陽攻略戦に加わってくれれば、洛陽陥落もまあ間違いなしかなというふうには思っています。いや、五郎冠がね、本当に硬くてどうなるかと思いましたけど、まさかこの五郎冠がね、この曹操の守りの要になってくれる日が来るとは。では時間を進めていきましょう。まずは五郎冠を攻めてきていた敵の部隊を一掃していきます。壊滅させていく。王者の才をお見せしましょう。王者の才。いや、回復が本当に優秀だって聞いてはいたんですけどね、純育に関して。報告いたします。さて、五郎冠を、死守するというよりかは確実に潰していくと、敵をまずはね。わかり申した。どうした？任せてくれ。何でしょうか？で、純育も占領しつつ、しっかりと五郎冠と洛陽の間のね、補給線は確保していきましょう。補給線が途絶えちゃうとね、味方が混乱壊滅という状態に陥ってしまって、ちょっとそうならないようにねしておきます。いや、五郎冠が取れたことによって、本当にこの三層方面がね、すごく楽になる、守りやすくなる。行ってまいろ。だからこの五郎冠にね、優秀な武将を一人配置しておけば、それだけで十分と言ってもいいですからね、三層方面の防衛は。ただこの先一気に五郎冠取ろうかという構えなんで、五郎冠のね、位置づけというのはあまり重要ではもはやなくなりますが。三人連携。造作もない。何？純育に一騎打ちとかやめてくれ。純育に一騎打ちはやめてほしいわ。天意に挑んでこい、天意に。いざ尋常に勝負です。これが我が実力よ。まっすぐ撃破したからいいか。手礼。さあ、そしたらちょっと方針を変えましょう。純育に占領を任せて、天意隊はもうここに一気にやるとしよう。なんだ、洛陽攻撃へと向かってもらいましょう。ここに花公園がちょっと突出する形になっちゃうのかな。足が速い荒野の陣踏んでいる関係上、後続でやってくるのが宗神、曹操、関連、この3名がやってきます。で、陳留からさらに部隊出すかどうかですね、悩ましいのが。一応出しとく。五詰めで
必要ない予感はしますが。で、円の守りは巨長に任せているので、まあ、巨長がしっかり守ってもらう。で、この先、円の部隊は武漢を攻略して、洛陽を落とした部隊は函谷関を取ると。函谷関からどうか、どうなんだろうね。函谷関まで取ったら一旦、長安を狙うのを武漢経由に切り替えてもいいかもしれないね。まあ、ここはちょっと様子を見ながらになりますかね。あとは呂布。呂布を、なんとか、天意の一騎打ちで仕留めたいね。続いてください。花公園をどうするかだな。ちょっと、定数的に難があるんで。お、加工点の統率は90に上がった。これは大きいな。ね、やっぱりそうだよね。加工園が統率しちゃうので一旦下げましょう。中継してからもう一度攻撃。わかった。まあ、この辺りは致し方がない部分でもありますかね。花公園の部隊を少し兵補充が入ってくれればいいんだけど、あるないよな。当然だ。さあ、曹操もやってきて、一気に洛陽を総攻めにする構えが整いつつありますかね。達成いたしました。洛陽を取ったらさらに軍団を再編しましょうか。一気に三国志の展開をね、リードできる、そういう立場になりますからね。さあ、ちょっと心配なのが補給線だな。報告いたします。補給線がこの規模で途絶えて壊滅すると、それこそ一気に戦局が崩れるので、一旦そうだな、どうされましたか。中継地点で待機させましょう。ここで補給線をキープする。転移隊に自動補給。転移隊に自動補給もいいんだけど、できればね、加工園隊に自動補給したかったな。久しぶりに探索でも入れておきますか。え、ああ、そうか。そうだね、その前に、感触与えとく。自動昇格。誰もいない。みんな出撃中。そしたら名品を授けよう。ああ、そうか、今みんな出ちゃってるもんね。曹操が出ちゃってると名品が、曹操が持ってることに、ね、曹操が持ち歩いてるっていうことになってるのかな。これができないっていうことは。ね。曹操がどっかの都市に入ってないと、曹操の手持ちの名品たちを分け与えることができないので。では参ります。今曹操がね、ちょうど攻略中なの。花公園に兵の補充してあげたいよな。お喜びください。守備は上々です。足が速かった分、誰よりも早く行ってますから。豪気商店、花公屯、花公園、そして天意、間違いがない、間違いの起きようがない、そういう一撃ですよね。花公園はもう下げざるを得ないかな。花公園を一度下げて、代わりに純育を投入しましょう。かしこまりました。純育も2000しか兵の数、あ、花公園対兵3000補充できるな。これだったら下げる必要はなくなる。
なので純一はこの地に待機しましょう。お任せください。ゴズメの部隊いらなかったかもしれないね。まあもう入っては来ているので、うまくすればこのまま韓国艦も攻め取っちゃいましょうか。よし、革命隊に3000の兵を補充できた。ね、パワーアップキットとかもまだ発売されたばかりなのに、もうパワーアップキットの話するのかって話なんですけど、まあいろんな要素が加わってくれたりするといいですよね。まあ一つは、武将プレイ。今だと君主プレイしかないんですけど、武将プレイは欲しいですよね。おー、総人だ。91に上がったね、統率が。統率もね、100超え。それこそ呂布が武力110ですからね、もう。何？くそー。これはもう、同盟が切れてるか、もしかして。報告いたします。ちょっと外交をしばらくサボり気味だったんで、確認します。いや、大丈夫だなぁ。親密、親密、親密。問題なし。ただ、引き抜きが受けると、まあ気持ちがいいものではないので、やっぱり。ここは、金があるときは宴会。関内の部隊に金を渡して、兵の補充。やったぞ！よし、これでいこう。吉報です。これで決まるな。うまくすればこのターンで決まりそうだ。またどっかの勢力が滅んだかな。うお、5人、5人連携。これ相当の破壊力だよね。よし、豪気商店の5人連携。これちょっとこのメンバー鉄板メンバーだね。おっと、検定を擁立するか。まあ、まずは曹操も最初はね、いきなり皇帝に即位しなかったので、ここは検定を擁立しましょう。さあ、捕虜だな。ここに残念ながら呂布がいないというのが残念だね。まあ、全員投与します。で、投与しないものは修正を誓おう。捕虜、捕虜、捕虜、捕虜。シュレーも捕虜だな。まあ平均的に使えるからね、シュレイに関しては。あ、捕虜にしちゃった。リモ、まあ、凡庸という表現しかないけど、まあ、ただ凡庸の武将であっても今は武将の数が少しでも欲しいので。世話になる。進軍だ。ここまでですね。何？逃げられたか。報告いたします。そしたら純育を一度、はい、入場させちゃいましょう。と同時に韓国艦を一気に攻める。韓国艦まで攻めてから一息つきましょうね。連携。うお、この6人連携とか見てみたいな。凄まじそうだよね。もうこれを見るだけなんかちょっとワクワクしちゃうけど。で、どうせまた、あれだよね。
下降炎隊が荒野の陣で突出するんでしょう。これよろしくないよな。これで一気に函谷関を攻める。皆の者、曹操に従えという状態ですね。あ、イベントが起きるね。イベント確認します。よし、波動レベルがもう少しで4まで上がるね。姿勢ができること増えますからね。あとは、そうだな、陳竜を一度、軍団の編成の中では、入れちゃいましょう。深夜、縁とかももう一旦入れちゃいますか？ね。各家に体験を与える。果たしてこれでいいのか。まあ、ありますけどね。あとは優秀武将を呼び寄せていきまーす。統率。甲冑もいよいよ呼び寄せよ、早急も。で、政治。各家はね、都督なので、このまま残します。さあ、こんなところかな。で、洛陽の統治をね、しっかりやっていきたいと思います。で、敵も増えますからね。ここまで来るともうむちゃくちゃに。で、さらに任命官職自動昇格。ああ、もうみんな出陣の命令が出ちゃってるな。じゃあ洛陽から函谷関目指しましょう。お役に立ってみせます。ジュニクが戻っちゃうんだな。お、流布軍から独立か。これは悪くない。ご確認ください。どうした？で、巨長は何をする？巨長は、巨長を呼び寄せておいてもいいかなって感じはするけどね。武漢の攻略は難しいよな、巨長で。五郎館も万端。そうだね。じゃあ、いよいよ、函谷関の攻略だ。で、函谷関攻略後に道館を攻めて、道館から長安に入るというのがいいかな。で、長安まで取っちゃえば、もう完全に、曹操と、まあ、旧東卓軍、まあ、現旧歩との勢力のね、勢いの逆転というものが叶おうかと思いますので、そこまで一気にゴリ押しだな。あー、兵糧の挑発はやっとくか。こんなもんや。兵糧向かう。うまくいった。で、洛陽はどうなってる？都市情報。まあ、兵糧あるっちゃあるけど、まあ、十分かと言われれば微妙だな。輸送させよう。楽より輸送。行ってまいります。函谷関など、五郎館楽より比べたら、ひとひねりだろ。いや、そう、うん、花公園に関しては、もうちょっと大兵力が預けられるように、うん、
ちょっと感触を上げてあげましょう。いつも先行一人でするので、一番最初に兵力すり減らされてる状態をよく見ますからね。韓国間の戦いが終わった後には、1にも2にも、花公園の働きに応えましょう。こんなもんや。1万以上の軍勢を引き入れるぐらいのね、その規模感にはしてあげたいですよね。お喜びください。で、洛陽から韓国間に入る武将もちょっともう出しましょう。5000ぐらい。うわ、韓国間強え。いやー、やっぱり関を破るのは難しいね。こうやってみると本当に硬い、硬すぎると言っていい。さあ、誰を置いとくか。まあ、甲虫あたりを置いとくっていうのがベターかな。いや、このメンバーで攻めて1ミリぐらいしか削ってないもんね。韓国間は誰が守ってんのっていう話だと、いやー、韓国間の守りが、兵数が、まあ、6000ですね。兵数が6000。耐久が8000のうち、まあ、7364でしょ。で、守る武将が東高。まあ、決して強くはないですよね。武力37とかですからね。これを破れないとなると、いかに関所が重要かということだな。ただ、洛陽を守るっていう意味では、やっぱりこの韓国間を、抑えるのは必須ですね。なんとか力攻めにしましょう。ではここからまた時間をバーッと進めていきます。よし、韓国艦も取りましたね。韓国艦を取ったので、まあ、ちょっとこの後どうするかだよね。勢いに乗じて、韓国艦から一気に道艦を取り、長安を狙うというのも一つの手ですよね。そうだね、ちょっとそれを考えましょう。今呂布はどこにいるんだ。ちょっと呂布の所在を確認したい。まあ、なんといってもね、呂布に関しては何としても天意の一騎打ちを挑んで勝利をつかませてあげたいからな。呂布の所在どこに。あー、天水にいるのか。全然遠いな。
まあ、天水に牛歩、その傍らに呂布ありという感じかな。はい。ではね、今回、洛陽、そして、函谷関と取りましたので、一旦また内政をしっかりやって、道関、長安と攻めて、牛歩軍を追い詰めつつ、今や曹操はね、一大勢力に発展してますからね。このまま、この一大勢力を維持して、戦いを行っていきましょう。あとは孫権もでっかくなってきてるね。袁紹に関しては封じ込めが成功してる印象かな。はい。というところでね、ちょっとまたこの続きを次回以降プレイしていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。